非常に明確に違いが見えたんですが、例えば小村先生にちょっとやっぱり聞かなきゃですね、民主党は今までの世段階扶養の基本的枠組みを全部取っ払うと、新しいやっぱり保険は保険として、今保険でもうなんか使われ方で所得再分配やったりとかいろいろあるんですが、税は税はという、きちっとその制度設計を作り直すということをおっしゃってるんですが、それについてどういうふうなんですか。はっきりしたですね、語り口で言われたんですけれども、具体的なことが全くわからないということは申し上げさせていただきたいというふうに思っております。税と保険料 を、ね、切り口で分けると言われましたけれども、例えばですね、じゃあ医療はどういうふうにされるのかということですね。医療の財源というのは税がですね、税がだいたい 35% ぐらい、保険料 50% ぐらい、自己負担 15% ということでやっているわけですね。で、伸びていく医療費をですね、どういうふうに確保しているか、これはですね、やっぱり社会保険の方式でやはりこれは確保してきたということだというふうに思っております。それから年金についてもですね、これは後ほどの議論だと思いますが、そう言われますけれども、税の部分といわゆるその社会保険方式の部分を併存されておられるわけですね。もちろんその具体的なことについては後ほど申し上げますが、ですからここではおしゃべりになられますけれどもですね、実際に税と保険料どういうふうに役割分担をしていくのか、じゃあ社会保険というやり方をですねやめられるのか、どういうふうにしていくのかということを個別の制度ごとにですね一切述べられない。私はですね、社会保険のこの議論、社会保障の議論というのはですね、やはりその明確な具体的な格論を一つずつ積み上げて、そして明確な財源がなしにですね、ただ単に言葉だけでですね、税と保険料はこう違うんだ、こうなんだと言ってもですね、何ら解決にならないということをですね、申し上げていきたいというふうに思います。それとこれのですね、最後に枝野さん申し上げ言われた増えていく社会保障、特に内需拡大が必要だ、特に医療と介護、これはですね、ここで雇用確保する、これは全く同感です。我々もですね、今回の総合経済対策などなどでですね、医療分野、介護分野、福祉分野、そういったところにですね、職業訓練を受けてどんどん雇用を確保していただくというためのですね、予算、職業訓練の予算、生活費の支給、そうしたこともやらせていただきました。ただ社会保障 の費用というのは、先ほど私申し上げましたが100兆円あります。そのよって立つですね、財源の3分の2、ほぼ3分の2は社会保険の保険料、60兆円以上です。それと税金がですね、30兆円以上ですからですね、私はこれは国民的な議論でですね、今民主党さんのお話、それから枝野さんのお話でもそこはそう変わらないと思いますが、これを伸ばしていくとするとですね、その税負担を増やす、これはこの予算の見直し、これも後ほどちょっと申し上げたいと思いますが、予算の見直しということで、言われますけれども、私もそれはちょっと懐疑的なんですが、社会保険の保険料60兆円以上あるところをですね、これはそのまさに労使折半ですから、企業と本人のご負担であるわけです。それをですね、医療と介護をっと伸ばしていって、雇用の受け皿にしていく、そこの社会保険の保険料も飛躍的に伸ばしていかなきゃいけない、ここはですね、私はぜひお願いをしたいと思いますが、そこの社会保障というのは、こういったその国民の皆さんのご負担で大きな成り立っているということをですね、抑えていって、ぜひそこはですね、ご理解をいただきたいということで、個別にお願いをしていく、そういう話だというふうに思います。はい、今一番最初だったので総論として申し上げたので、各論申し上げた、年金は我が党の案も十分ご存知だと思いますけれども、保険方式でこれはみなし掛け金だけで、伊達で先ほど申し上げた通り、自分が現役時代に納めた保険料が平均寿命までの場合トントン、価値としてトントンになるという、まさに明確な保険方式で、これは所得比例年金でやります。そして、それ以外に、それでは所得の低い人たちに対して、これは税で所得の再分配の役割として、最低保障年金というのを受け取る年金額の低い人たちに対しては給付をしますという、明確にこの部分は所得の移転です、この部分は保険ですということを分けた形の、私たちは提案を5年前から一貫して申し上げています。医療についても基本的な考え方は、保険ということであるならば、実は、今の医療保険制度では皆さんの納めている保険料のかなりの部分、特に現役世代の皆さんの納めていらっしゃる保険料のかなりの部分は、自分が、あるいはその保険に入っていらっしゃる方の、医療にかかる費用だけではなくて、高齢者の皆さんなどを支えるために拠出をさせられている。
この拠出の基準も非常に曖昧というかですね、もちろん説明をされれば説明はできるんでしょうけれども、少なくとも納めてらっしゃる保険料負担者の皆さんからは分かりにくい構造になっています。でこれを全国民を統合した形の財政計算をした医療保険制度という形にして、そして、世代に関係なく年齢に関係なく全体としての医療リスクはどれぐらいであるのかということで保険料を計算するという形に基本的にはするべきであるというふうに考えています。その場合高齢者の皆さんは所得がありません。所得がない人がほとんどということになります。その場合に年金に上乗せをする形で高齢者の納めていただく医療保険の保険料を乗っけるという形もありえますし、そうでなければ年金世代の皆さんで所得の低い高齢者の皆さんに対しては保険料相当額の部分を税で所得の再分配という形で、財源に放り込むという形もあります。ここまで我々決めていません。しかしながら基本的には、世代を問わず、地域ごと我々大体都道府県ごとで考えていますけども、まさに保険というリスクで考えたときにどれぐらいの保険料水準にしないと保険としてついつまが合わないか、その場合に所得の低い人たちをどうやって、負担能力のない人たちについてその保険料相当分をどうやって補うかということをちゃんと切り離して2段階で議論をした方が明確に医療の問題についてなっていくだろう、こういうふうに考えているわけです。はい、大村さんね、今の話にちょっと答えると同時にですね、一番初めにちょっと提起した話をちょっとしてほしいのはね、マクロ経済スライドを含めたですね、多分その給付抑制の仕組みが今機能してないということは、基本的にその将来世代にどんどんこう幸せしているような状況がですね、今続いているのではないかというふうに思うわけですね。つまりその世代間 その、助け合いというのは分かるんですが、今現在それがその経済状況ということもあるんですが、なってないということに関して、つまり自民党政権がやっていることは順調に動いているのではなくてですね、順調に動いていないということに関してですね、少し一つちょっと説明していただけますか。私は前回5年前のですね、年金制度改革のマクロ経済スライドというのは、そのこれからの平均の余命の伸びとですね、あと被保険者の減でその分物価が伸びていくときにですね、少しその分伸びを抑えていきましょうという制度をですね、年金制度に入れました。これは長い目で見た負担と給付のバランスを取るということなんですが、で確かにですね、今このマクロ経済スライドは動いておりません。というのはその物価が 1% 以上上がっていかないわけでございまして、そういう意味でですね、私は今回その年金制度に起因するものというよりも、この数年来のデフレ状態をですね、やはり何とかしていかないといけないということになると思います。まずは一時的にですね、というのはそのデフレが今のままですね、そのデフレがずっと続いていく、物価も下がる、そしてその経済も縮小していく、今年はですね、多分ひょっとしたら中国に GDP で並ばれ、来年あたり抜かれちゃうんじゃないかなんてところまで今来てるんですけれども、そのことをそのままにしてですね、要はそのずっとそのデフレ状態がこれから5年、10年、15年、20年と続いていくということになりますと、国家財政そのものもですね、危ういという話になると思います。したがって私はですね、今の制度、年金のこの制度自体はもちろんそれもこれが何年も続いていってですね、このそうするとだん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 積立金がこう減ってきますから、そのところはきちっと考えていかなきゃいけないと思いますが、やはりトータルのですね、その経済政策、経済の成長、これを早くデフレを抜け出してですね、これは先ほど枝野さんも言われましたが、やっぱり経済成長をもっともっとこのやっていくという政策をやっていかなきゃいけないというふうに思っております。